9回の裏タイガースのバッター、プレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですけどもね、まあそうは言ってられないですから、とにかく塁に出なきゃいけないですよね。そうですよね。出塁になるか、この回です。ワンストライクです。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。この球は外れています。さあ4球目は何か。バッターライトの前、あっという間にライトへ。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー1塁です。打席には3番バッターロサリオ。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。3球目打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁。バッターボックス掛布、さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあタイガース一打同点、クリーンアップですし、点差を考えると犠牲フライでは物足りないですね。そうですね。右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが三塁を回った、ボールは中継、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガース追いつきました。3対3、なおもチャンスが続きます。期待を裏切らないバッティングでした。ここで同点にします。こういうバッティングができるところが素晴らしいですよね。これでサヨナラにつなぐことができました。さあそしてバッターボックスに、サードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあそして打席には高山が入っています。さあチャンスが続きます。ありますか。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。なるほど。さあどう来るか。ここでタイガースダイソーを送ります。帰ればサヨナラ、近本がサードランナーに入ります。さあそしてバッターボックスには矢野が入ります。さあチャンスが続きます。まあ決めればサヨナラですからね、この流れで決めてほしいですね。なるほど、そうですね。これ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配、監督の采配、ピタリとはまりましたね。まあそうですね、ああいう場面で打てるということが、まあ、本当に素晴らしいと思いますね。非常に興奮したそんなゲームでした。勝ったタイガース、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。